皆さんこんにちは、アパレルオです。今回ご紹介する商品はノースペースパープルレーベルの秋冬の新作、マウンテンウィンドパーカーをご紹介していこうと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。こちらはリサイクルポリエステル、タフタを使用したマウンテンウィンドパーカーとなっておりまして、高密度に織り上げることにより上品な光沢感としなやかな風合いが特徴の、パーカーとなっております。環境に配慮したフッ素化合物を使用しない PFC フリーの撥水加工で、機能性をさらに、プラスしてくれているような感じで、十分な容量の、配慮フロントポケットが搭載されています。またここのポケットに関しましてはね、しっかりとこうデザインとしての役割も果たしてくれてるんじゃないかなと思います。肩周りの可動域を広げるヨークスリーブの仕様となっておりまして、身幅にゆとりを持たした、若干オーバーサイズ気味な感じのシルエットなんじゃないかなと思っております。とにかくね、めちゃくちゃ軽くて、もうコンパクトに畳んで持ち運びもね、非常にしやすいアイテムかと思いますので、梅雨は終わりましたけども、これから秋に向けて、本当にね、一つこうおカバンの中に忍ばしておくだけでも、かなり安心感のある感じで、お使いいただけるんじゃないかなと思っておりますので、気になる方はね、ぜひこちらチェックしてみてはいかがかなと思っております。で、今回ご紹介しているのはネイビーと、ブラックの、2色ご紹介しているんですけども、こちらが着用しているのが、ネイビーの M サイズの方ですね。身長は163センチ、体重54キロで、こちらが、ネイビーの M 着るとこんな感じですね。若干丈が長いかなというところはあるんですけども、後でブラックの S サイズもね、着用しておりますので、そちらのサイズ感の違いと、見ていただければいいかなと思います。で、こちらね、大きめな、フラップポケットなんですけども、中もさらにね、小分けされておりまして、中でぐちゃぐちゃっとならないような、感じの仕様となっているっていうところも、些細な気遣いがあって、個人的にはすごくプラスなポイントなんじゃないかなと思いますが、あんまりね、この中に物を入れてしまうと結構ボコッとね、ボリュームが出ちゃいますので、あんまりこう正直入れなくて、もうデザインとして思っていただける感じの方がいいんじゃないかなと思います。で、一応裾ドローコード、ついておりますので、絞るとこんな感じですね。今かなりギュッと絞ってるんですけども、M サイズでも、裾を絞ってしまえば、ここまでの丈感になれば、個人的にはね、全然身幅等に関しましてはそんなに嫌いな方じゃないんですけども、その分どうしてもね、袖丈っていうところはちょっと長めな感じにはなってしまいますので、やっぱりジャストで、ジャストというか、あえてワンサイズ上げるような感じのシルエットにしなくても、もともとのデザインがね、オーバーサイズの、アイテムとなっておりますので、普通の普段選んでいただいているサイズ選ぶだけで、十分ね、ゆとり持ってきていただけるかなと思います。生地がね、かなり柔らかい感じになっておりますので、ちょっと開けて切るとね、このフードの首の部分ですね、ここがペタンと、なってしまいますので、その辺はちょっと好き嫌いは、あるかなとは思います。ちょっとね、首周り立ち気味の方が好きな方っていうところは正直あまり向かないかなと思いました。で、さっきブラック来たって言ってたんですけど、申し訳ございません、カーキの方ですね、カーキの S サイズを着用するとこんな感じですね。本当にサイズ的にはこっちの方がよりね、腰回りもすっきり見えますし、このぐらいのサイズ感の方が、個人的にはやっぱりいいかなと思いますので、160センチ中盤から、170センチ、前半の方でも、細めの方でしたら全然 S でも、このぐらいのゆとりで着ていただけるんじゃないかなと思います。これでもね、着丈に関しましてはお尻かかるぐらいの長さはしっかりとね、ありますので、全然極端に短すぎるというところもなくお使いいただけますし、これで、気持ちちょっとね、ドロコード絞る感じで着ていただくと、これでインナーちょっとね、ちらっと見えるぐらいの雰囲気で合わせていただいても、これはこれでかっこいいんじゃないかなと思います。生地自体もね、本当にかなり薄くて、つるっとした、光沢感のある感じのアイテムとなっておりますので、一つね、このなんていうんですかね、アウターとまではいかないですけども、ちょっと肌寒い時とか、お連れ様に貸してあげたりとか、なんかそういった時に、ちょっと寒いよという時にね、あったらすごく便利かなと思います。
で、こちらね、あのフロントポケットなんですけど、横から手が入れれるような仕様となっておりますので、まあ、そういったところも気遣いがあっていいかなと思います。一応素材は 100% ポリエステルなんですけども、もちろんね、あのご家庭でお洗濯もしていただけますので、まあ、イージーケアというところも一つ、ポイントにはなってくるかなと思います。まあ、今回ねご紹介してきました、マウンテンウィンドパーカーなんですけども、まあ、とにかくね特徴としましては、まあ、本当にシンプルなデザインというところと、ノースフェイスのロゴも袖口に、ちょっと、ついてるだけになっておりますので、まあ、一見ノースフェイスっていうのはね分かりにくい感じの仕様となってるんじゃないかなと思います。あとはねこの薄さ軽さ、それでねこのシワになってもそこまでこうなんか気にかけなくていいっていう感じの、雰囲気なところっていうところは、個人的にはめちゃくちゃプラスなポイントかなとは思います。まあ、デメリットを挙げるとしましては、まあ、ちょっとねこのオーバーサイズなアイテムがねもうちょっと飽きたよって方とかは正直そんなに向かないかなっていうところと、まあ、あのこういったしっかりとした生地の方が好きな方は正直ね あんまり好きじゃないかなというところはあるんですけども、まあ、個人的にはね非常に持ち運びも便利で、すごくね肌触りも良くて着心地はいいですので、まあ、あったら、すごく重宝しそうなアイテムなんじゃないかなと思いますし、まあ、特にね、まあ、今の時期はもうもちろん着ないですけれども、まあ、秋の立ち上がりとか、春先であったりとかそういった時に、ね、ショーツとかと合わせても、雰囲気はめちゃくちゃかっこいいかなと思いますので、まあ、いろんなコーディネートの幅もね広くお使いいただけそうな感じですし、ちょっときれいめでスラックスとかで、この、ライドアウターだけ、少しねスポーティーな雰囲気を入れたいなっていう時とかも、活躍しそうかなと思いますので、まあ、そういったコーディネートを楽しみたいなっていう方とかは、ぜひねチェックしていただければいいかなと思います。まあ、最後にもう一つ再度お伝えしますけども、まあ、普段選んでいただいているサイズ選ぶだけでサイズ感に関しましては全く問題ないかなと思いますので、まあ、その辺だけしっかりとねお伝えできていれば個人的には嬉しく思います。こちら機能性も兼ね備えたコンパクトジャケットとなっておりまして、外出先での悪天候にもしっかりとね対応できる撥水加工を施したウィンドブレーカーのタイプのジャケットとなっております。生地はコットンライクでナチュラルな風合いながらもしっかりと防風性も持ち合わせ、急な冷え込みが予想される旅先でもしっかりとね活躍してくれるんじゃないかなと思います。首部分のジッパーは着脱のしやすさを重視してやや長めな設計になってるんじゃないかなと思います。またこちらねシルエット自体も身幅が緩くて着丈がねそこまで長くないタイプとなっておりまして、アームホールもかなり広めな感じの仕様となっておりますので、非常にこう中間着としては一番ね使い勝手がいいこう分厚さであったりシルエットなんじゃないかなと思います。結構分厚めなスウェットやったりニットやったりっていうところも余裕で着ていただけるぐらいの感じのゆとりは間違いなくあるんじゃないかなと思いますので、普段着ていただいているサイズ選ぶだけでも十分ねゆったりとした着心地というところは体感していただけるんじゃないかなと思います。また裾には一応ドローコードもついておりますので、絞るとね腰からの風の侵入、冷気の侵入というところもしっかりと防いでくれる仕様となっておりますし、まあこれでね絞ることによって多少ねこうスタイリングのアレンジっていうところをしていただいてもいいんじゃないかなと思いますので、女性の方がねちょっとこう大きめに来て裾だけ絞ってっていう着方もこちらを楽しんでいただけるのが、まあ個人的には一つね大きなポイント、まあメリットという感じかなと思います。また前後にねノースフェイスのロゴが刺繍されているっていうところもデザインのポイントとなっております。でこちら実際着用してみたんですけども、163センチ54キロで、今着用が、ブラックは M サイズを着ております。まあ、僕の身長でしたら全然もう一個下のサイズ後で着てるんですけども、 M で、程よくゆとりがねあるような感じとなっております。まあ、丈に関しましてはもともと短い設定となっておりますので、まあ、僕の身長で M 着てもそんなに着丈に関しては、何の違和感もなく使えるんじゃないかなと思うぐらいの、印象ですね。まあ、これでもねちょっと長く感じるようでしたら、多少ねドローコードを絞っていただければ少しね上に上がるような感じのシルエットになりますので、まあ、その辺で着丈の調節していただいてもいいんじゃないかなと思います。
または袖口に関しましても、ベルクロがついておりますので、もし長く感じるようでしたりとか、ちょっとね袖からの風は、ちょっと苦手だよって方はね、こちら絞っていただければ、しっかりとねキュッと締まるような感じになっております。で今 M サイズのドロコードちょっと絞るとこのぐらいのね丈がぐっと上に上がるような感じですね。結構ねフィット感もしっかりと出るような感じの印象になりますので、まあ本当にね絞ると全然印象はガラッと変わるんじゃないかなと思っております。まあもともと緩めなんですけども、開けてきてもね丈が短い分そんなにこうなんかだらしない感じの印象にはなりにくいんじゃないかなと思いますので、まあ本当にいろんなコーディネート、まあ切れ目な感じ、カジュアルな感じ、アウトドア、ストリート、本当に幅広く使えるジャケットなんじゃないかなと個人的には思っております。まあ生地自体もね本当に1枚仕立てで作られてますので、ちょうどこの中途半端な季節に、気温調節で羽織るには、ちょうどいい分厚さのアイテムかと思いますので、まず持ってて損はないんじゃないかなと、感じておりますので、気になる方は一応ね概要欄の方にもリンク貼っておきますので、まあそちらからね他のカラー展開もありますので、ぜひチェックしていただければと思います。今回はねこちらニュートープとブラックと2色だけご紹介してるんですけども、結構ねツートンのタイプであったりとか、まあ、わりかし色目のあるタイプもしっかりとね販売されておりますので、その辺もぜひチェックしていただければなと思います。こちらのニュートップの方もね非常にこう深みのあるカーキっていった感じで、ちょっと画面上はね結構光沢と言いますかねツヤがあるように見えるんですけども、まあ、実際実物見るともう少しマットな感じの印象だと思いますので、まあ、その辺のねちょっとあり語弊と言いますかね、ちょっと写真の写り方でっていうところありますので、あらかじめご理解いただければと思います。まあ本当にこれもねパンツの色も選ばず、インナーの色もね基本的にほぼほぼ全ていけるんじゃないかなと思いますので、まあ使い勝手の良さで言うと、まあブラックと並ぶぐらい、このねニュートープとブラックはまず、使い勝手はいいんじゃないかなと思いますので、悩んだらこの2色で選んでいただければいいんじゃないかなと個人的には思っております。でこちらも実際着用してるんですけども、サイズを先ほどよりワンサイズ落としまして S サイズを着ております。まあ、丈はねもちろん先ほどより短くなりますし、袖丈も含め全体的にね一回りちょっとちっちゃくなるような感じの印象にはなるんですけども、まあ、本来僕の身長ぐらいの体型の方でしたら S サイズで十分ねゆとり持ってきていただけるかなと思います。まあ、これ以上ねちょっと身幅であったりとか、ゆったりめが好きだよって方はワンサイズ上げてもいいんじゃないかなと思いますが、まあ、その辺は普段のスタイリングであったりパンツの太さであったりとか、まあ、もちろんお好みにもよってきますので、少しでもサイズ選びのご参考になればなと、個人的には思っております。まあ、カーキとね黒はもう間違いなく相性はいいですので、まあまあ本当にこれといってなんかすごいスタイリングでも全くないんですけども、まあそれぐらいね本当にどんな色の、パンツとか着ても合わせやすいかなと思いますし、このぐらいのねサイズ感で着ていただくと細いパンツとの相性も非常にいいんじゃないかなと思いますので、まあパンツの太さも選ばないっていうところは個人的にはやっぱり、すごくね、使い勝手のいい大きなメリットかなと思っております。まあ開けてきてもねちょっとこうインナーの差し色で、結構ね印象も変わりますし、まあ、とにかく、使い勝手の良さと、コーディネートのしやすさ、あとねもうまず持っててこう着る機会の多さっていうところはやっぱり年間通して結構ね上位に来るんじゃないかなと思います。でこちらスタッフサックも、続いておりますので、まあ、ご旅行とか旅先とかで、こちらねぐるぐるっとちっちゃく、かなり収納コンパクトにできますので、まあ、そういったところで、使い勝手の持ち運びの便利の良さっていうところもありますし、まあ、撥水加工があり、あることでちょっとね小雨とか本当に急な悪天候とかね最近多いですので、そういった時はねフードかぶったりとかして、まあ、カッパ代わりとまではいかないですけども、ちょっと、その場しのぎに、使う分にはまあ全然いいんじゃないかなと思います。もちろんねお洗濯もしていただけるこのイージーケアですので、まあ、そういったところはねやっぱりノースフェイスの、大きなメリットのポイントなんじゃないかなと思いますし、この飽きのこないデザイン、流行り廃りのない、デザインというところはやっぱりすごくね評価できるんじゃないかなと思います。
一応お値段もね15,400円と、税込みとなっておりますが、まあ、めちゃくちゃ高いわけじゃないですけども、使い勝手の、良さであったりとか、まあ、頻度の高さを比べると、まあ、本当にコスパはそんなに悪い方じゃないんじゃないかなと思いますので、ぜひ、こういったねちょっと薄手のジャケット探されてる方、まずね、このジャケット持っていれば、すごくいいんじゃないかなと思ったりもしますので、ぜひチェックしてみてはいかがかなと思います。あとね、フードの締めた時にフードのこの立ち方、顔周りのねところのネックの立ち方なんですけども、全然こう顔に当たる感じではないですので、そういったところはねすごく、首の短い僕にとってはすごく大きな、メリットかなと感じました。こちらは80年代の名作ジャケットが当時のテイストで現代に復刻されたようなデザインとなっております。1980年に誕生したレインジャケット、ストアウェイジャケットを現代の技術でアップデートして当時を彷彿させる配色のカラーリングで復刻されております。非フッ素メンブレンによるゴアテックスプロダクツ2層構造が採用されておりまして、環境問題に配慮された微光沢のある50デニールのポリエステル生地がクラシカルな風合いも醸し出してくれております。裏地は強度のあるリップストップポリエステルが使われておりまして、袖口は面ファスナー仕様で、裾はアジャスターでフィット感の調節が可能となっております。コンパクトに収納できて、携行に便利なスタッフサックがついているのと、レイヤリングのしやすいゆったりとしたシルエットっていうところと、年代を問わず着用できるベーシックなデザインと、機能性を持ち合わせ、アウトドアのみならず普段使いもね非常に使い勝手のいい、ジャケットなんじゃないかなと思います。今回はねちょっと黒のみの、黒のカラーの S と M を、着用しておりますので、まあ、少しねサイズ感等の、ご参考になれば個人的には非常に嬉しく思いますので、ぜひねその辺も含めて、ご覧いただければと思います。まあ、これね結構裾はあのドローコードついてるんですけども、そちら絞って着ていただいた方が、あの個人的には見え方はねすごく今っぽくなりますし、ちょっとこうアクセントもね非常につけやすいんじゃないかなと思いますので、まあその辺も含めてねちょっと、そういった点も、ご覧いただければ個人的には、ちょっといいかなと思いますので、ぜひそちらも合わせてチェックしていただければなと思います。お値段が一応税込みで 39,600円となっております。結構ね空張りもすごくね豊富にありますので、ちょっとね気になる方は概要欄の方にリンクも貼っておきますので、まあ、そちらの方からね他のカラーも、ご覧いただければいいかなと思いますが、まあ、個人的には一番まあ流行り廃りない、まあ、ブラックとかもう単色の、こちらの色がね持っててまず間違いなく、使い勝手はいいんじゃないかなと思います。まあ、黒がありきのちょっとこう色物に手を出すようなイメージの方が、まあ、なんとなくねコーディネートの幅も広がりやすいですし、まあ、飽きのこない感じで使っていただけるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひねその辺もまあ普段の、スタイルに合わせてお色も選んでいただければいいかなと思います。でこちら実際着用してるんですけども、163cm 54kg で、今こちらで S サイズを着ております。まあ、僕の身長体型でしたらねもう全然 S でも余裕で着ていただけるような感じですね。中はロンT1枚、着てる感じなんですけども、まあ、それでもね全然腕周りとかも余裕もございますし、ちょっと薄手のスウェットとかもねこれぐらいの余裕があれば、全く問題なく着ていただけるかなと思いますので、まあ、普段選んでいただいているサイズを選ぶだけで、まあ、十分ねゆったりゆとりを持って来ていただけるかなと思います。で一応こういう裾を絞ってる状態でこんな感じですね。一応フロントに関しましてはジップと、スナップボタンと、2つでこう開閉できるような感じになっております。袖口はこちらのねベルクロで調節できますので、ここからまあ風の侵入も防げますし、まあ、袖の長さの調節っていうところもしていただけるかなと思います。で両袖にはノースフェイスの、刺繍のロゴと、まあ、ゴアテックスの、刺繍のロゴがついていますよっていう感じと、横のポケットはまあジッパーで開閉はできるような感じですので、まあ、貴重品入れても、飛び出してくるようなことはないかなと思います。まあ、相変わらずねこのマウンテンライトとかもそうなんですけども、顔周りにね結構この立った服の素材がちょっとこう当たって違和感と言いますかね、ちょっと個人的にはそこがねいつも気になるような感じだったんですけども、まあ、普通のマウンテンライトとかよりも生地は少し柔らかめな感じですので、まああんまりねこの顔に当たって
どうやっていうところはねそんなにないかなと思いますので、まあ、そこはちょっと良かったかなと思う点ですね。内ポケットはちょっとジップのファスナーが、ファスナーポケットはですねこちら一つついてますよっていうところと、まあ、いつもねあの縦にジップついてるんですけど今回横についてて、まあ、ちょっと間口も広くて、まあ、収納力も、わりかし増してるんじゃないかなと思います。やっぱ開けてきてもねこの絶妙な緩さのサイズ感というところはすごく好きな感じでした。でこちらがワンサイズ上げて M サイズを切るとこんな感じですね。やっぱりね今裾何も絞ってない状態で切るとこんな感じで、まあ、ちょっとねこう裾に向かって若干広がるような感じはあるかなと思いますが、まあ、これはこれで別にダメとかそういうわけではないんですけども、まあ、絞ってあのわざと腰回りにね丸み出して着ていただく方が、まあ、個人的には雰囲気は今っぽいかなと思ったり、しますので、まあ、その辺はもちろんお好みにもよってくるかと思いますが、まあ、いろんなアレンジ、していただくいただけるっていうところに関しましてはすごく、プラスなメリットなんじゃないかなと思います。まあ、ただやっぱりね M サイズになるとね結構あの腕回りであったりとか、まあ、身幅の部分袖丈もそうなんですけども結構ねこうや切られてる感というところは強く出ちゃいますので、まあ、その辺はねやっぱりあんまりこうワンサイズ上げたりとか決してこうしない方が、まあ、僕個人的なおすすめな、サイズ選びの感じとしてはあるかなと思います。で M をね裾絞るとこんな感じで着ていただけてやっぱりさっきと結構ねあのガラッと印象が変わるかと思います。まあ、丈はもちろんね短くなる感じはそうなんですけどもちょっと裾を絞って中に折り込んだような感じで着ていただいて、まあ、ジャケットというよりちょっとブルゾンに近いようなシルエットを楽しんでいただくことも可能ですので、まあ、そういった着方も楽しんでいただいてもいいんじゃないかなと思います。まあ、もちろんね機能的にはゴテックスですのでしっかりとね機能性はもう申し分ない感じですし何よりもねこのシルエットデザインこの軽さで飽きのこないこのね雰囲気っていうところはすごくね持ってて AOS いいんじゃないかなと思います。こちらがスタッフサックもついてて、持ち運びはね非常に便利な感じですね。裏面はね本当リップストップナイロンでもう本当に強度もしっかりとあるような感じですので長くお使いいただきやすいんじゃないかなと思います。お値段が一応まあね4万を切ってるんですけどもほぼほぼ4万近くするっていうところで、まあ、その辺だけねちょっとコスパの部分で、ちょっとなかなかすぐパッとこう手が出せるような感じでは僕個人的にはなかったんですけども、まあ、長い目で見ればね決して悪くない、価格帯かなとも思いますし、まあ、あんまりねここまでいらないよって方はねもうそのままスルーしていただければいいかなと思いますが、まあ、ちょっとこのクラシックな感じの雰囲気とかもう本当に必要最低限の、ブランドロゴしかついてないっていうところはねすごく、僕個人的には評価したいなと思う点でございました。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ高評価チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。まだまだねグラミチであったりとか、まあ、ズボンもそうなんですけどもかなり春夏のものを入荷しておりますので、まあ、徐々にではありますけども、ご紹介していきますのでそちらも合わせてチェックしていただければと思います。ということで次の動画までまたさようなら。